皆さん、こんにちは。車の雑誌のチャンネルでございます。本日はどのような車をご覧になりにいらしたんですか今日の話題をご案内させていただきます。韓国キアの人気クロスオーバー、ニロが2代目モデルチェンジ。初代の成功を受け継いだ改良を英国編集部は評価します。初代の成功を着実に伸ばす改良。 英国では、キア2番目の売れ筋モデル、ニロが2代目へモデルチェンジする。EV6 ほど革新的なモデルではないが、同社としての重要度はそれに並ぶと言っていい。初代ニロは、コンパクトクロスオーバー市場で、多くのライバルに打ち勝ってきた。手頃な価格だけでなく、ハイブリッドから純 EV までラインナップし、 電動化技術でも多くのユーザーを引きつけてきた。一般的に内燃エンジン車と電気自動車を同じプラットフォームで作ろうとすると、パッケージングなどで妥協せざるを得ない大きなエンジンとバッテリーは特性も形状も全く異なる。それでもニロは訴求力のあるモデルだった。だが競争は日に日に激しくなっているトヨタシー。 HR やホンダ HR、V、デゼル、ルノー、アルカナなど。このカテゴリーには実力派のハイブリッドライバルが少なくない、純 EV 版のニロは、もう少し平穏かもしれないが。2代目へ一新するニロは、初代の成功を着実に伸ばすことを目指している。プラットフォームは、第二世代の K3 と呼ばれるものを採用するが、 基本レシピに大きな違いはないようだ。2種類あるハイブリッド版は、軽く改良を受けた 1.6L4 気筒ガソリンと駆動用モーター。6速デュアルクラッチ AT という組み合わせ、駆動用バッテリーはフルハイブリッドで 1.32kWh。プラグインハイブリッド、フェープで 11.1kWh の容量を持つ。駆動用モーターは、 フルハイブリッドが 43PS ドットフェルでは 84PS のものが組まれる。スタイリングはアグレッシブに一新。ニロ EV を名乗る純 EV 版は初代と同じ 64.8kWh の駆動用バッテリーを搭載。航続距離は最長 466km と不足ない。 先代ではニロ全体の販売台数の約半数を純 EV 版が占めていたという。今回試乗したニロは一番ベーシックなフルハイブリッド版、ただし、まだ完成前のプロトタイプではあったけれど、初代の場合、英国ではニロ全体で約4割の支持を集めた。2番人気のパワートレインだ。ハイブリッドシステムは概ね先代のキャリーオーバーながら、 スタイリングは大幅に一新している。初代と異なり、ずっと SUV らしいプロポーションが与えられたアグレッシブなフロントマスクは、EV6 などにも通じている。キアの特徴となっているフロントグリルはまだ健在。エアインテークとしての機能はほとんどなく、装飾的な要素ではあるけれど、写真では一部に偽装も施されている。 ボディサイズは一回り成長し、全長で6 5ト、mm、ル全幅で2 0ト、mm、ル大きく、見た目の存在感も強くなった。混雑した市街地などでの取り回しに影響があるとはいえ、車内空間もしっかり広くなっている。リアシート側も、大人にとって不満のない場所だと呼べる。それでいて、二室側が犠牲になってもいない。二ロの荷室容量は、 リアシートを起こした状態で 451L トヨタ CHR よりわずかに広いもののルノーアルカナには届いていないハイブリッド用の駆動用バッテリーが2室空間を侵食してもいる質感を高めたインテリアデザインインテリアデザインは大きく質感を高めたメーター用とインフォテインメント用2面のモニターがダッシュボード上に据えられ 造形的にも大胆。2スポークステアリングホイールなどは EV6 と同じメーカーのモデルだと強く想起させる。光沢の強いブラックのプラスチックパネルが多く用いられているが、手頃な価格の2ロとは相性が良いデザイナーの新しい試みも参見され、美しく仕上げがっている。今までプラスチック製パネルのテクスチャーといえば、 死母加工が一般的だったと思う。だが、キヤは石のように見せる表面加工を施した明るめのカラーコーディネートも、車内の雰囲気を良くしている。パネルに差し込まれる装飾トリムもプラスチック製ながら真鍮のような質感が与えられている。シート表皮や天井の内張りなどにはリサイクル素材を用いているという。 車載機能のインターフェイスがタッチモニターに集約される例が多い中で、エアコンなどには実際に押せるハードボタンが残された点も評価したい。主にインフォテインメント用として機能を割り当てられる多機能タッチセンサーも用意されている。インフォテインメントシステム自体はキアとして標準的なものが実装される。スマートフォンとの連携も優先で可能だ。 シートは座り心地が良く、サポート性も良い、座面位置は SUV らしくやや高め。身長の高いドライバーは、ステアリングホイールの調整域が足りないと感じるかもしれない。この続きは後編にて、